今回はショットガンのサイガを使っていきます。マガジン式のショットガンで AK 系統のアタッチメントが使えます。リロードの隙が少なくてカスタマイズの幅が広いのが特徴です。カスタム後の性能はエルゴノミクス42、垂直反動は129です。本体価格は2万6000ルーブルでカスタム代と合わせて19万7000ルーブルです。ショットガンで最多の20連マガジンを使えるのが強みです。メカニックで丸ペンチ4個と交換するのがお得かと思います。弾薬はフレセット弾を使います。貫通力31、ダメージは8発 ×25 です。体の真ん中を狙って20発叩き込みましょう。まずはファクトリーに来ました。誰か叫んでる。怖いです。誰か来ないか聞き目を立てます。前から来ます。おー怖い。弾切れしなくて助かりました。回復回復。あー足音が2人聞こえます。これ以上回復できないですね。あ下から上がってくる。あーもうやってる。フラッシュ。右から来てるけど無視。遅れ来てる。どっちだ？ん？右？右がいないなら正面どこか。ああ連射がうまくいってよかったです。ひょっとしたらフラッシュ版で私の足音が聞こえなかったのかもしれませんね。9ミリのサイガですね。兄弟です。足音あ、来た。弾がない、リロード。早く。ああ、やった。回復してから去ろう。マガジン式のリロードの速さで助かりました。先ほどと近い脇ですね。右に一人はいると思います。足音しますね。行きましょう。グレネード無視。うーん危ね。アーマーを削り切りましたね。とにかくグレネードにやられなくてよかったです。近いですね。相手が動かなくなった。足音でバレたかも。でも歩いてますね。スカブ？お、やってるやってる。
いますね、まだ。なんか、え？当たってる？あ、当たってる。えい。やっと、この距離で当たった。気づかれてなかったのかな。ラッキーでした。またここですね。扉の向こうに PMC いますね。うわ、来た。おお、びっくりした。扉閉めて、あー、向こういますよね。グレで、え、ん、回ってきた。こっち？おー、怖ー。ケタールですね。この人もケタールですね。パーティーだったのかな？ここやだよね。目の前にいる前提で動かないといけないですもん。やってるやってる。どうやらこっちに詰めては来てないっぽい。の通路にはいない。あとは左いた。ふう、警戒されてなくてよかったです。いいアーマーリグですね。持って帰りましょう。次はカスタムズで使ってみます。スカブが鳴いてますね。 PMC いるかな。うわ、すげえ音。うわ、2人以上はいるかな。何の銃だろう。あ、まだスカブいる。うわ、ショットガンか。え、ガソスタ方向に PMC もいる。あー、いますね。道路渡ってきちゃった。スカブに釣られて道路をまっすぐ来てくれればラッキーだけど、こっちに来るかも。どっちだ？ん？いますね。いるよね。それではまとめになります。
リロードの隙が少ないので、マガジンの残弾を気にせず撃てるのがいいですね。ただ、予備のマガジンも20連にすると、2×2 マスのスペースが2つないといけないので、リグもしくはアーマーリグの選択肢が少なくなるのが難点です。この動画を見て参考になったと思った方は、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。